はい、では前回までのあらすじ、風の封印はちょっとあれかな、追加されてるかな、バラクラ褒美の最新版へとたどり着いたロイドたち、その前に風のガーディアンハスターロが立ちふさがる。それを退けたロイドたちは風の封印の解放に成功する。その後降臨したレミエルから祝福を受け、コレットはサーニ天使へと近づくのだったと。じゃあ次、暗殺者の謎、ピコッとな。ロイドたちの前にオサ参道で襲ってきた暗殺者が再び現れ、コレットの命を奪おうと戦いを挑んでくる。ロイドたちは何とかこれを退けるが、暗殺者はこの救済の旅によって苦しむ人々がいると言い残し逃げてしまう。クラトさん、暗殺者の正体にうすうす感づき始めていたと。さあ、あとはこれかな、夜。さらなる封印を解放した結果、コレットは天使へと変化していった。ここでもコレットは天使疾患となり、ロイドたちは野営をすることになる。この夜コレットはなぜか眠ろうとしなかった。あたかも眠りをなくしてしまったかのように。やっぱそうなの。ということでね、前回ね、ここバラクラ褒美っていうね、二つ目の封印が、解く場所ね、そこを攻略したんですけれども、まあ、本来の目的をね、今回やっていこうと思います。マナの仕事だね。そこをやっていこう。で、なんだっけ、治癒術をゲットしないといけないっていうね。で、人間牧場から逃げてきた人、で、呪いにかかっちゃった人を治すっていうのがね、本来の目的だったと思うので、そちら、今回はやっていきます。やばいな、ちょっと、コレットちゃんが本当に心配になっちゃう。戦闘は逃げられないのでやっていく。ほら、お気に入り。マナの仕事もあれなのかな、ダンジョンなのかな。まあでもボスはいそうだよね。己の不運を投げ、もう己の不運を嘆くがいいってかっこいいよね、クラトさん。橋にモンスターいると邪魔だな。ちょ、まあこういうのずるい。連戦とはよし、おはい。あ、なんだ、優しい目の暗殺者、スキトが出た。あの暗殺者、またコレットを狙ってきたね。なんでコレットが邪魔になるんだよ。コレットが世界を再生するとみんな幸せになるんじゃねえのかよ。なんかおかしなこと言ってたよね。こちらでは苦しむ人々が、こっちの世界ではどうたらって。でも悪い人には見えなかったけど。お前な、自分を殺そうと狙ってきたんだぞ。そうだったね。でも本当に優しい目をしてたんだよ。そう言われるとそうだったような。いい加減にしろ、その甘さが命取りになるぞ。分かってるけどさ。はい、じゃあマナの仕事をちょっと移動しようかな。ちょっと遠いからね。はい、では来ました、マナの仕事をやっていきましょう。ここでーす。げっ、またダンジョンじゃん。めっちゃわー、本がいっぱいあるね。お、私の研究欲をそそる本がこんなにたくさん。お、新宅の石板だ。いや、コレットやな。そうか、ここが封印だったのか。あ、また封印なの。もう3つ目じゃん。コレット頼むぞ。はい、先生。あれ、でも天使の力のところではないよね。そうだよね、次また別のとこって言ってたもんね。あら、いや、あの魔法陣のようなものを見ろ。素晴らしい、新宅の石板によってこの装置が眠りから覚めたんだ。じゃあ、あの装置をどうにかすればいいんだね。そのようだな。ここが怪しいな。ロイド、そこの青い円の上に乗ってみろ。え、ああ。ジニアさん、そっちの円の上。うん。何が起こるんだい？あ！おお！すげえ、開いたぜ、先生。へ、あれ？どうやら3人がその円の中に埋めると開かないようだ。
ということは3人がここに残らなければならないということか。引けながやむを得んな。確かに帰りのことを考え、扉が閉まっていては困るな。ではロイド、コレットと2人で進め。俺は、まあいいや、わかったよ。よし、サクサクと片付けるか。わあ、パーティー分割して進んでいくの。じゃあ残ったみんな待っててくれ。もう戻ったらどうなる？あ、ちょっと待って、本読んでいくか。ちょっと待って、どこから読もうかな。究極のレシピ読んでみる。もはや伝説と化したそのレシピはワンダーシェフ一族が大切に保管している。そのレシピはまさに筆舌に尽くしがたく、その料理を口にするとどんな悲しみに包まれた人間も微笑んでしまうという。それでダークシェフ連合もレシピを狙っており、包丁を血で洗う構想が続いている。怖っ。じゃないのよ。究極のレシピは読むね。ここは祭司という生き方。はい。マンテル教会に入信すると神託の村と呼ばれるイセリアに旅立つことになります。村の北にあるマンテル教会聖堂にて1年間の修行を行うのです。非常に厳しい修行で知られ、毎年半数以上が脱落するそうです。へえ、そんな厳しいんや。こっちもトリエットの悲劇。はい。当時の巫女ノーラは再生の旅の途中、再生の儀式を行うため旧トリエットの中心にあったイフリート宮を訪れた。この時ノーラの儀式を遮るように祭司の一人が暴れ出し、クドシスは神の怒りを落としたという。これが後に言うイフリートの豪華の始まりであった。何それ、なんかそのうちメインストーリー関わってきそうだね。これバラクラフ王廟の繁栄読んでみる。バラクラフ王朝最初の王は女王アインシャの8世であった。彼女は最地に優れただけでなく類いまれな美貌の持ち主であったと伝えられている。今日アインシャの名前が広く親しまれているのはアインシャ8世の知性が素晴らしい繁栄をもたらしたためである。へえ。難しそうな本があるな。リフィル先生がいるときに見てもらおうよ。リフィル先生今ダメ？これちょっと忘れないようにしないと。あ、じゃあまずは、ロイドとコレと2人でやっていきます。これ逃げらんない敵。あ、よかった。おー、危ねえ危ねえ危ねえ。壁沿いに伝っていけば敵とエンカウントしないで済むかな。これ何、螺旋階段がずっと続いてるわけ？ねえ、ちょっとこれ終わりが見えないの嫌なんだけど。あ、よかった。アーメットヘルム、これロイドか。お、ねん。敵がいないのがまあ救いや。もうこれを動かす。多分ここ。ここにはめ込むのかな。違う。何それ。何それ。どこ。ソーサラーリングでもなさそうやね。違う。でも動かせるものってこれぐらいなんだよな。あ、燃えた。あ、なんか溶けたっぽい。あ、これでいいのか。これは？なんだこれ。アリフィル先生だ。ロイド、素晴らしい。どこかの装置とリンクしているのだな。ロイド、こちら側が見えるか。お、すげえな、この装置。おい、こっちも見えてるぞ。ロイド、聞こえるか。こちら側の扉が開いた。私たちも先へ進む。封印を解放する前にどこかで落ち合おう。あ、リフィル先生になった。これは？おー、来た！ボルトマンの術書。もうこれ手に入れたら縁ちゃうの。これでピエトロを助けられるね。いいえ、私の治癒術ではこの本を使いこなすのは難しいよね。せめて体内の精気を増幅する道具があれば。例えばどんなものが必要なの？そうね、あれはユニコーンの角があれば。あ、ユニコーンっていたよね、あの湖に。ユーマシコか。どうにもならないと思うけど試しにもう一度行ってみる。そうね、
リフェル先生総裁なの。はい、なんかどっちかというとクラトスさんを操作したいのだが、リフェル先生はね、操作できる感じしないもんな。あ、なるほど、出ることはできないわけだな。で、じゃあこっち側、あれ、これさっきと同じ。あ、おー、リフェル先生も使えるんや、ソーサラリング。これも同じかな。燃やす。あ、はい、げ、なんか難しそう。アイテム、アイテム、あ、インク EX ジェム、ええー、ね、ムーンローブ、あ、セルフポイントもある、ムーンガード装備、ムーンローブ。ジーニアスなんかね、全然あれなんだよな、あのパーティーに入れてないから、いいものをね、身につけてあげれてなくって、ちょっとかわいそうなんだよな。セーブしてしまおう。あ、カーテンはここになるのか。じゃあちょっと動かしちゃいますね。よし、できた。セーブしとこう。ここは？あ、アイテム、アイテム。スティング操作。誰かの武器かしら。あ、コレットかロイドっぽいの。進む。え？お？で、螺旋階段。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、これ大丈夫かな。恨まないでよね。ほらほら。あ、なんか通常攻撃だけでもいけそうだな。ほらほら、あ、ちょっと待って、クマ、オッケー、通常攻撃る。どこどこ、オッケー、己の不運を嘆くがいい。いけるやん。たちと合流できないね。ちょ、待って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 。あ、やめる。おお、なんか EX ジェムレベルになんかめっちゃもらえるんだけど。あ、あ、なにこれ、光の道みたいなやつだったんだ。へえ。ここにも無科学の機械があるようだ。試しにあの丸い台座の上に乗ってみよう。わ、またなんか映った。聞こえるか、こちら奥まで進んできた。この先はできれば合流した方がいいだろう。分かった。で、ロイドたちも進むっていうわけだね。ん？え、なんか調べるってあったっけね、これ。記憶人の日、あ、はい、あ、ガーン、あれ、メモリージム誰からもらえるんだろう。適当に敵と戦ったらもらえるかな。セーブポイントになるから欲しいんだよね。ロイド使いやすい。だってここで合流だわ。来たー。え、隣の台座に乗ってみろ。入り口と同じ仕掛けなら次の道が開くはずだ。
け。これあれな、あのメモリージムだっけ、あれ欲しいな。どうしよう、セーブポイント解放されただけでもだいぶ違うもんな。装備品が、あ、スティングソース、やっぱコレトちゃんだね。マンガード、さあ大丈夫か。はい、では一度ね、セーブしてきたのでこの先行きます。ワープ、ボス戦だよねきっと。うへー疲れた、最初にはしゃぎすぎるからだ。マナだ、マナが来る、ものすごい勢いで。あ、やっぱこれ3つ目の封印になるのか。これなんか強そう、アザトル、あ、なんかめっちゃ強そうだな。また初手スペクタクルだよな。あ、でも弱点何これ、何属性。炎と雷と光が耐性だ。炎、雷、光、炎、雷、光、炎、雷、光、炎、雷、光だからエンジェルフェンダーダメじゃん。あとはウィンドカッター OK だね。ストーンブラスト OK、 ファーストエイド、炎ダメだね。イヒル先生はフォトンがダメか。よし行こう。真空空破傷、いて、待って、ロイドあれだな、あのいつでもどこでも獅子閃光、獅子閃光やっぱそうだよね。ビームに OK、 罰で簡単に出せるようになってるから。おいね、瞬人魔人剣レイトラスト、まめにやっぱり HP を見ていかないとね、心配だから。1万6000で今1万2000か、割とこれも削れるの早いか。進行 OK、 なんかね、あの私あの船に乗らないルート選択したじゃないですか。ここが結構ね、このこそ鬼門になるらしい、なんか強いらしい、かなり。オッケー、獅子閃光、今レベル25だけど大丈夫かな。なんかやばいのが走ってきてない、大丈夫。あ、ヤマハも削れてる、8600。あ、そう、そんなの、あ、やばい、なんかやばい、なんかホルスレイって。オッケー、無理をするな、わっ、無理をするな、放置してはダメ。スペクタクルズ6000か、やっぱ強いな。なんで、ちょっと、わっ、大丈夫、この辺は空飛んでる時が危険やな。よし、オッケー。で、4000。大丈夫。オッケー。やっぱ獅子閃光よ。クリアやで。
これ3つ目解放したってこといいんだよね。再生の巫女よ、よくぞここまでたどり着いた。さ、祭壇に祈りを捧げよう。はい。大地を守り育む大いなる女神マーテルよ、御身の力をここに。ですか。アスカはどこ？アスカってあれだよね、精霊？光の精霊だっけ？うわ、喋った！アスカがいなければ何もできない。契約も誓いも何も。ルナ、私の力を取り戻すためにもお願い。アスカを探して。お、おうって感じだけど。かお父さんレミエル、ここは第三の封印。よくぞここまでたどり着いたミコ・コレットよ。はい。クルシスからそなたに天使の力を、クルシスからそなたに天使の力を、我らが祝福を受け取るがいい。あ、はい、ありがとうございます。次の封印はここより遥か南、孤島に浮かぶ清き場所、彼女の祭壇で祈りを捧げよう。わかりました、レミエル様。あれだね、前回やったところとめっちゃ近くだったんだってことだよね。二つ目と三つ目の封印の地はまた次の封印で待っている我が娘コレットよ。まあ、次は孤島だから、どうにかして船か空かで行く方法を探さなきゃならんってことやな。旅の終焉は近い、早く真の天使になるのだ、良いな。え、もう、え、あれもう終わりなの？シンフォニアの旅マジでって。真の天使か。どうした？うん、なんでもない。真の天使になったらきっとすごいんだろうなって。封印ってあとどれくらいあるんだろう。わからないわ、こればかりは。とにかく前に進むしかなかろう。おー、ホーリーソング、レイズであるぞコレットちゃん。ホーリーソングで技ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。お疲れ様でした。